整えられました。日本武道館からノアのホーム有明コロシアムへ、 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、タイトルマッチ初挑戦、丸藤直道が現れました。その戦いの道はまっすぐ GHC の金色のベルトにつながっています。チャレンジャー丸藤直道が現れています。今年 4.18-01 日本武道館、高岩達人とのシングルマッチ、パワーとスピードの戦いは2001年の名勝負となりました。しかし丸藤得意技不知火は切り返され、最後は高岩のパワーラリアットに不自由をなめました。あれから8ヶ月、時は移ろい、状況は一変、負けられない戦いに挑みます。一回転してリングイン、チャレンジャー丸藤直道リングイン。天才と言われている。しかしまだまだ9年5ヶ月のキャリアにはプライドがある。そしてその実績には誇りがある。続きまして、チャンピオンベルトの変換です。有明コロシアムは超満員1万2000人が歴史の証人となります。チャレンジャー丸藤直道、対するはチャンピオン01の高岩達人。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。挑戦者240ポンド、リベンジをする時が来た丸藤直道。裏コーナー、 GHC ジュニアヘビー級選手権者225ポンド、高岩達人。第2代 GHC ジュニアヘビー級王者、高岩達人。丸藤のスピードか、あるいは高岩のパワーか、果たしてどちらが勝つんでありましょうか。今そのゴングが打ち鳴らされた。いきなりラリアット、高岩がラリアットを見せた。いきなりラリアット、一気に試合をものにしてしまうんでありましょうか。高岩は、お、持ちきりのパワーボールの体勢、持ちきりだ、もう一度行く、2回目、そして3回目は場外に投げ捨てた、花道、そして力壁を見せつけました。高岩ダシートチャンピオンの意地を見せました。さあ、いきなりチャンピオンが丸藤の動きを止めました。そのスピードを止めてしまいました。放送の解説は桃田光夫さんです。いきなりパワーを見せつけましたね。そうですね、基本的にはですね、丸藤選手がああいう形で攻め込まなきゃいけないんですけど、はい、チャンピオンさあ、花道も切り返した。しかし高岩もすぐ立ち上がった、トランスキック、両者が花道でダウンしている状況、花道で大の字です。出だしからすごい攻防ですね。そうですね、しかし丸藤はあそこで切り返せることができた、あるいはトランスキックをすることができたっていうのは、一番最初にですね、2人が対峙したときに、はい、
顔の緊張度を見るとね、チャンピオンの方が緊張してるような感じだったんですね。丸藤選手の方にちょっと余裕があるような見えたんですけどね。そうですか。まあ、だけど実際出だしからチャンピオンの方がね、先行して、それも丸藤選手よく今切り返してきましたよね。そうですね。まあ、チャンピオン高岩達人にとっては01の高岩達人がノアの GHC のジュニアのベルトを持っている。そしてこの有明コロシアムはなんといってもノアのホームです。いや、全くその通りですよね。ファンの前でやっぱり丸藤選手に頑張ってほしいですよね。そうですね。さあ、丸藤がリングに戻りました。しかしすぐに立ち上がったのは高岩達人。その高岩が丸藤の頭を捉えてエルボーを打ち込んだ。赤コーナーに倒れ込むようにしたのは丸藤直道。さあ、この丸藤直道がノアの一身の期待を背負っています。しかしスリーパーホールドにやっているリング中央、その太い左腕が丸藤の首に巻きついています。苦しい苦しい表情、顔をしかめます。腕も取られました。眉間に手を寄せています。口が開いています。グランドに倒れ込みました。序盤の激しい戦いとは一転、今度はグランドか。スクッと回って、そして一回転、側転、側転して、そしてキックを放って、あっとドロップキック。有明コロシアム1万2000人が沸きます。しかし丸藤直道もこの表情。すぐさま立ち上がったのは高岩達人、チャンピオンです。完璧に高岩のペースにはまってしまっていますか。そうでもないですね。今やっぱり切り返しはやっぱり丸藤選手、あれが持ち味ですから。ただ要するにその最初のダメージがまだ多少残っているような感じはしますよね、丸藤選手に。まあ、丸藤にとってはこの高岩のパワーに対抗するのはそのスピードですよね。そうですね、やっぱりスピードとキレだと思います。はいはい、ジュニアの恐竜とその異名を持つ高岩達人。しかし丸藤直道もこのノアマットでヘビー級の選手と戦ってきました。その経験がこの一戦に生きるのでありましょうか。さあ、足を取りに行く。しかしまだ不完全だ。さあ、必死に逃げようというチャンピオンの高岩達人。ノアマットには8月のツアーから参戦してきましたこの高岩達人。そのいきなりの試合で当時王者だった金丸を挑発しました。そして10月19日横浜で、あの雪崩式の高岩ドリラー、雪崩式に道のくドライバー2を打ちまして、この GHC の金色のベルトを奪いました高岩達人。その高岩達人がヘッドロックにを決めています。ミーリフト、やはり力がありますよね。ありますね。打撃技も重いですよね。倒れません。逆水平エルボー、これに倒れない。逆水平、もう一度打った。そしてエルボー連発から自らロープに振ってジャンピングエルボー、しかし倒れない高岩。そしてラーニアトー、一回転。いや、力ありますね。さあ、カバーは、おっと危ない。しかし丸藤直道はこのパワーに打ち勝つ秘策があると試合前に語っていました。その秘策は何なのか。得意技知らぬにもあります。はい、まあ、彼の場合はですね、いろんな要するにその空中サポが得意ですから ね、まあ、その系統は強いとは思うんですけども、はい、だけど何を出してくるのか ね、本当に素晴らしい運動神経の持ち主ですので。試合時間は5分を経過しています。60分の一本勝負。金丸が奪われ、そして菊池が奪えなかった GHC ジュニアのベルト、そのベルトを奪還しなければならない戦い、重責を担ったリベンジとなりましたこの丸藤直道。腕も決められてますね。そうですね。基本的にはこの状況は丸藤選手にとってちょっと不利ですよね。まあ、もちろん攻められてるというのもありますけど、グラウンドでやっぱり上から乗られるというのはスタミナを落とす、十分考えられるので、はい、できればやっぱり離れて、退治したいっていうのが丸藤選手じゃないですかね。距離を取って、隙を見てスッと攻める、そういう形が丸藤選手にとってはいいと思うんですけど ね、今のところでもやっぱりチャンピオンのペースにちょっと入りつつありますよね。高岩の首4の字もがっちり決まっています。
GHC ジュニアヘビーのベルトは100キロ未満の選手に挑戦権があります。この高岩達人が99キロ、対する丸藤直道は88キロ。丸藤の表情が失われている。丸藤の表情が失われていましたが、サードロープに足が伸びました。いやー、これはがっちり決まっていたんですね。そうですね、あの状況だと要するにあの高山選手はあのお尻をね、はい、要するに腰を上げるごとにやっぱりあのガッとあの首が絞められますんでね、はい、さあ今度はブレンバスターの体勢、うん、対空時間が長いぞ。そのパワーを存分に生かした殺法を見せて、あと垂直落下。丸藤の動きはもう完全に止まってしまっている。さあ丸藤にとっては屈辱的なカバーは左肩をなんとか上げました。なんとか左肩を上げています。ギリギリのところで丸藤が左肩を上げました。汗をかいていますが余裕の表情、高岩達人チャンピオン、第2代 GHC ジュニアヘビー級のチャンピオン高岩、ゼロワンの高岩がノアのこの GHC のベルトを防衛するんでありましょうか。さあ今度はシングルのボストンクラブリング中央です。さあそれを意地でプッシュアップする。いやここは苦しいですね丸藤、まあ、今本当にチャンピオンが相手の動きを完全に封じている形になってますんで ね、至近距離での戦いとなっています。この高岩と丸藤の戦い、さあ顔面を踏みつけますチャンピオンの高岩。ノアからこのゼロワン他団体にベルトが流出しています。今のえげつない攻撃に1万2000人が大ブーイングを起こしました。逆水平チョップ、しかし1万2000人はこの丸藤直道、ノアの丸藤直道の味方です。青コーナーを背にしている。さあ高岩のえげつない攻撃だ。さあ苦しい苦しい丸藤直道、ここも苦しいですね。うわきついですね本当ね、丸藤です。さあそのブーイングを挑発する、楽しんでいるテロワンの高岩。思えば去年12月23日の有明コロシアム、橋本真也と大森の戦いがありました。その時も橋本に対する大ブーイングがありましたが、それを見ているようですね。そうですね、今ノアのベルトをかけてこのゼロワンとノアの戦い、さあ体当たり、腕をクロスしてぶつかっていきました。そうですね、あの自分の体重を思いっきり乗せたエルボーですね。なるほどね、おっとカウントは1で払いのけました丸藤直道。さあこの1万2000人の声援を背に受けて、さあ丸藤直道に頑張ってもらいたい。さあここで場外に落とされます。高岩は場外に戦いの場を移しました。逆水平、放送席の前バシーンという音が響きます。あっと2連発、さあ痛そうな表情を浮かべている丸藤。さあここで何ができる、エルボーを打った。さあ、うん、エルボーを打ち返された。エルボーを打って、うん、エルボーを押しになっている。さあ今度は鉄柵にぶつけた、そして距離を取ってトラースイック、上がりヒット、見事に命中させました。ジャストミートをさせました。そしてリングに戻ります。ここからですね。そうですね、あのここら辺はやっぱり丸藤選手の精神力の強さですかね、はい、あそうですか、やっぱり踏ん張りどころだと思いますよね、さあ高岩達人はエプロンサイド、それを見た、ドロップキック、もう一度場外に落とされました高岩です。そして丸藤は狙っているか、丸藤は狙っているか、何を狙う、何を狙う、プラッター、高い高い高いところから落ちてきました。丸藤直道が落ちてきました。88キロという体重を存分に生かしました。さあここで一気に流れが変わりますかね。そうですね、今のパターンでいかないと丸藤選手、チャンスがなかなかね、はい、やっぱりこんだけ距離を取るっていうのが大事だと思いますよね。さあ高岩はまだ立ち上がることができません。なんとか立ち上がろうというところ、ちょっと丸藤、しかし丸藤も膝を押さえてますね、はい、今のプランチャでもしかしたらちょっと自爆してしまったかもしれません。要するに飛び技ってのは必ずそういう両刃のもの、あの剣っていう感じありますんでね、はい、さあエプロンサイドから高岩が投げるか、丸藤が投げるか、ロープの下の危ない、丸藤直道左膝を押さえています。場外に落とされました。パワーを使いました高岩。そしてリングに戻ったのは高岩達人。1点
転してリング上が高岩達人、そして場外に丸藤直道が倒れているという状況になりました。その左膝をポーンと叩きました。丸藤気合を入れ直しました。そして高岩が追ってきます。高岩が追ってきます。その左膝を狙っていきます。いやこれちょっと心配ですね。ああそうですか。あのやっぱり丸藤選手は飛び技がやっぱり自分の得意技ですからね、膝を痛めるとどうしてもそれに影響が出てきますんで。なるほどね、さあフレンドスの体勢だ。おっとニュートラルコーナートップに据えつけた。これは流れ式に何を持ってくる。デスバレーか、あるいは高岩ドリラーか。うん、これはエルボーでかました。これはよく見ていました。あーたしかしあーた左膝へのラリアット、左膝へのラリアットを打ちました。これは完全に高岩は左膝を焦点に絞りました。そうですね、やっぱりあのプロレスの常道ですからね、やっぱり相手のウィークポイントっていうかね。なるほどね、痛めてるところを攻めるっていうのは、そしてエルボードロップ、ダイビングのエルボードロップ、これも左膝にいっています。ボンドリ打っています。失敗ですねこれね。さあ再び高岩はニュートラルコーナーに登っています。そこからエルボードロップ、これも左膝、2連発できました。99キロの体重を生かしたエルボードロップから今度は足4の字固め、左膝を痛めつける足4の字固め、完全な形に入りました。そしてダメージを与えていきます。左膝の靭帯が完全にこれ伸びちゃいますよね、下手するとね。そうすると非常に危険な状況ということになりますね。さあ高岩がこの丸藤を壊そうというのか。さあ、危ないぞ。金丸が奪われて、そして菊池が奪えなかった GHC ジュニアのベルト、丸藤に託されました。しかしその丸藤はこの試合の途中に左膝を痛めました。その痛めた左膝を狙われています。リングを叩いて気合を入れ直しました丸藤直道。しかしきついきつい足4の字固め、両者ともに顔面に汗をかいています。さあここで、これは厳しいですね。あれは AV ですね、厳しい攻めですね、はい。さあこれ丸藤としたらどうしたらいいんでしょう。いや、やっぱりこれはもう回転してロープの方へ、体を返す以外あの逃げ道がないです、はい。さあなんとかそのサードロープに手を伸ばそうというところ、あと10センチだ。しかし持っていかれました。あと10センチというところ、もしかしたらその10センチもなかったかもしれません。あ、今度は顔面だ。顔面にキックを放って、そして耐えようという、耐える丸藤のその精神的にもダメージを与えていこうというそういうことですね。もうあれ一回返されるたびにですね、はい、やっぱり気力がだんだんと弱まっていってしまうんですよね。しかしここでギブアップをするわけにはいきません。サードロープになんとかその状態を伸ばそうという丸藤直道。丸藤コールが有明コロシアムに起こっている。その丸藤コールがこだましている有明コロシアム、今サードロープに手が届きました。いやこの声援というのは丸藤選手にとって大きな味方ですね。そうですね、力をやっぱりあの生み出す、あの声援ですよね、はいはい。さあしかし丸藤が苦しい状況に変わりはありません。さあバックに回って、今度は赤コーナーに据え付けました。これはどういう体勢に。おーおーと流れ式のジャーマンスープレックスが切り返した。そして壁顔面に行きました。左膝の痛みを抑えて、そして高岩が宙吊りの状態のまま、丸藤はトップロープからなんという一人遊んでくれた。場内がざわめきました。有明コロシアム、試合時間は15分を経過しています。さあこの丸藤がこの一発から流れを変えることができるか、流れを引き寄せることができるか。ニュートラルコーナートップに上った。さあ高岩が立ち上がろうというところ、ミサイルキック。しかし左膝にダメージは残ります。しかしそんなことを言っている場合ではありません。カウントが入る、カウント圧。丸藤には知らぬいという得意技もあります。そして滞空時間の長いミサイルキック、ダイビングボディープレス、そういった空中技もあります。果たして高岩に何を仕掛けていくか。丸藤が返されるか、そしてジャーマン
受け身が取れない形での腕をクロスしたままのジャーマンスープレックス。これは危険でしたね。いや危険ですね。もう完全に頭から落ちる以外ないですかね、はい、あの形は。さあ今度は、うん、これは切り返してバックに回った。バックを取り返した高井はエルボーでかわした。そしてロープに乗ってあとラリアットかわした。グーフレット回転してそして回り込んだ。カバーッカータカータカータチンチンチン。そして何を見せる。飛びついた飛びついて、そしてあとこれは通される。あー白田君得点した。あと谷へ一直線かと思われましたが肩を上げています丸藤直道。いや大技を選手も、はい、本当力がありますよね。大技を打ち合うようになりました。そして首をかき切るポーズを見せました。丸藤コールが起こる中仕留めるになりましょうか。さあニュートラルコーナーに据え付けた。さあなだれ式に何を持ってくる。なだれ式に何を持ってくる。デースバレーこれで菊池を仕留めたが今回もそうか。うん、うん、カバーには入ってません。カバー、今カバーに入りました。カウントアップ、カウントはどうだ、うん、カウントは3に行かせません。大ブーイングが起こっています。これはわざと高岩が2で丸藤の肩を上げています。天才と言われている丸藤を仕留めるんだというこの高岩達人が腕をクロスさせて、そしてパワーボム。おお、いきなりか。持ちつきのクロスアームのパワーボム繰り返した。ラリアットダバーアート。カートは2カートは2。有明クロスアームに大きな歓声がこだましています。カートは2で上げました。丸藤はエプロンサイド危機一髪。丸藤直道その危機を乗り越えました。切り抜けました丸藤直道です。今度はエプロンサイド危ないぞ危ないぞ、うん、ニュートラルコーナーに据え付けましたがここから行くんでありましょうか。こんな高いところから場外に落とされてしまうのか、うん、どうするどうする。エルボーで切り返します。リングの中に戻りました。しかし危険なジャート顔面へのドラップキック。左肩はかすっただけですね今ね、さあそして丸藤直道もニュートラルコーナーに登っていく。流れ式にトップコーナーから、うわあーダブラー切り返した切り返した切り返しました。脳天を打ちつけました。パワーボムに行こうというところを切り返しました。脳天を打ちつけました。しかし共にカバーすることができません。いやあの今切り返したのは切り返したんですけど、はい、丸内選手もある程度打ってるような。あそうですか、共にダウンの状況両者がダウンしている。さあ先に立ち上がれた。丸内ゴールが起こっている丸内ゴールが起こっている。丸内を後押ししている。さあどうなるんだこの試合はどうなるんだ。さあ丸藤が立ち上がる。高岩も立ち上がろうというところ両者が立ち上がろうとしています。高岩が立ち上がるか丸藤が立ち上がるか。トラスキック右側頭部そして行くぞ白根バーッバーッバーッ切り返しました。切り返しました。ワンで切り返してきましたね今、丸藤の得意技をワンで繰り返しました。試合時間は20分を経過している。そして空中殺法だ、うん、捉えたあと投げ捨てました。青コーナーに打ち付けた。そしてサソリがために行きます。高岩にとってはウィークポイントは左膝と見ています。その左膝を痛めつける高岩達人リング中央に持ってきた。しかし丸藤にも意地がある。丸藤にはこの声援に応えなければいけない義務がある。さあこの状況で丸藤直道再びロープレークに。これはだけどきついですよこれ、さあ丸藤がサードロープ手を伸ばしました。大きな拍手が送られています。
試合時間はもう20分をすでに経過しています。もう一度行こうぜ、バリオカザバリオカザカー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 自らのウッドラリアット、危ない危ない危ない、何度こういった場面を見させられるんでありましょうか。しかしその度に丸藤直道は切り抜けています。高岩達人というゼロワンからの資格からノアのベルトをもぎ取るために丸藤直道が戦っています。さあ今度は赤コーナーに据え付けました。再びなだれ式に持ってきます。丸藤直道が何をできるか、バックドロップか、おっとここから知らーる、なだれ式知らぬい、こんな技は見たことがない。そしてそして丸藤は丸藤は何を持ってくる、コーナーからシューティングスターペース、パーフェクトセーブ、カーッタビッツ、カーッタビッツ、最後取ったのは丸藤の道、日本武道館のリベンジ、ノアがリベンジを果たしました。ノアがリベンジを果たしました。勝負タイムは22分10秒、激しい激しい戦いは丸藤直道が取りました。新しいチャンピオン、三大チャンピオンは丸藤直道です。丸藤直道、会話が歩み寄ります。そして共にお辞儀をしました。そして固い握手を交わしました。抱き合いました。死力を尽くし合った2人が、その2人だけが分かり合える中であります。おっと高岩が担ぎ上げた、なんという場面だ、なんという美しい場面だった。再び抱き合いました。これはやっぱりお互い戦った相手だからこそ分かる気持ちでしょうね。そうですね、もう本当にこの有明コロシアムで涙を流している人が何人といるでありましょうか。その新チャンピオン丸藤直道です。ベルトノアに取り戻しました。まだまだ倒せない人いっぱいいるんで、一つ一つリベンジを重ねていきたいと思います。そして最強のチャンピオンになりたいと思います。今高岩選手とはどんな会話をしたんですか？今回も高岩選手のおかげでまた一つ階段登って強くなれたと思うんで、ありがとうございました。もうジュニアのベルトは他団体に流出することはありませんね。僕はさせません。新チャンピオン丸藤選手でした。激しい激しい戦いでした。勝負タイムは22分10秒でした。第3代 GHC ジュニアヘビー級の王者は丸藤直道です。いやーすごいですね、素晴らしい試合でしたよね。でお互いにやっぱりその持ち味を十分に出した試合だと思います。そうですね、本当に見てるものが感動できる、そういったタイトルマッチでしたよね。はい、全くその通りだと思います。よく丸藤選手頑張ってくれたと思います、はい、そしてノアにベルトが戻ってきました、はい、そのあたりは桃田さんはいかがでしょう。やっぱり感慨深いものありますよね、もうこれからやっぱり
丸藤選手の時代が来たのかなという、はい、そういう感じがしますよね。なるほどね、はい、ただ丸藤には倒さなければいけない敵がいっぱいいます ね。まだまだいっぱいいると思います、うん、その一人一人の敵を倒すことによって未だかつないジュニアヘビーの王者になっていくことでありましょう。今階段を登っていく、その階段は未来へとつながっています。